ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ911カレラ S 2018年式2万3000キロこちらの車両になります。マニュアルに乗りたいということで、今日のキャッチはですか、はい、マニュアル乗りたい、はい、今回ご紹介させていただくのが、はい、なんと911の後期型ですね、はい、991.2 のマニュアル車なんです、はい、マニュアル車になります。マニュアル車市場を改めて見たんですけど、はい、少ないですね。少ないですね。少ないですよね、はい、あのカレラ S で絞ると本当に十数台、はい、っていう感じで、価格もなんか高値、ね、安定っていう感じなんですかね、はい、最近どうなんですか中古車市場的に。なんか一時に比べると、はい、なんか加熱はちょっと落ち着いてきたかなっていう話もちらほら聞くんですけど、うん、車種によるんですかね。もう車種によりますね。なので、まあ、今までそのより、まあ、全部が高いっていうのはなくなりましたね。なるほど。でも一定のところが高かったりするのとか、あとはまあそのなんていうんですかね、これは僕たちすごい気をつけなきゃいけないんです。ちょっと横見つれちゃうかもしれないですけど、動いてない車って実際はすごい下がってたりするんですけ ど値段がキープしているように見えてたりとかっていうのは、はいはい、今すごい相場が難しい時期に入ってると思いますね。実際オークションだったり買い取りでこう動いてる価格と、はい、まあ、店頭に並んでる価格、はい、カーセンサーだったりとか、はい、中古車情報サイトに載ってる価格が、はい、まあ、結構開きがある車種なんかも出てきてあったりしますし、あの本当悪いところ値段作ってる業者さんがいたりとか、そういうのもあったりして、今非常にビクビクしながらやってる感じですね。で、はい、そんな中でもやっぱりこの辺のマニュアル車ってなってくると、はいはいはい、もうこの辺はですねすごい硬いなと思うんですけど、はい、逆にまあすごい難しいラインでもあります。はい、まあ、需要としてはそんなにめちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、同時にその個体も少ないんで、はい、まあ、高値が安定しているから。そうですね。あとはポルシェ、まあね、これからお話になってくると思いますけど、装備がやっぱり誤差があったりするので、なるほど、まあ、そこら辺非常に難しくありますね、はいはい、というわけで今回はオプションも中心にお届けしたいと思います、はい、でオプションのところ先言っちゃっていいですか、はい、今回の車、はい、あのめちゃくちゃオプション強いっていう感じではないです、はい、いや私の中ではいいと思います、はい、あ本当ですか。これ多分ね、あの見てる方でかなり分かれると思います、はい、僕はちょっとオプションもうちょっとうーんって思ってしまいました。僕も最初聞いた時に、まあ、ポルシェってじゃあオプション何ついてますか、これついてますか、これついてますかっていう順に聞く、その順の上の方のはい、あれがなかったんで、あれちょっと弱いかなと思ったんですけど、後からついてくるの結構ついてたんで、はい、あこれはいいんじゃないかなっていう展開になっておくのではありますね、はい、なのでオプションを中心にお届けしたいと思います、はい、でまず外装なんですけども、はい、当然991.2ということで、まあ、後期の前回りになってると、はい、で後期ってこうなんかこうここの形がこうなったじゃないですか、はい、なんかこう GTS っぽくなったというか、はい、もちろんダクトの数足りないですけど、なんかこうシュッとしましたよね、はい、そして気になるオプションヘッドライトに関してはこちらはキセノンヘッドライトということ で、はいですねはい、まあ、この辺なんか入って、はい、ただあの最初にオプションちょっとなくて寂しいと思っちゃったんですよって言っといて何なんですけども、車の魅力は変わらないと思うんですよ。変わらないと思います。オプションも何もなくても、はい、彼らでも、はい、だからもうそこを OK だよって言ってくださる方がいらっしゃれば、はい、もう割とこうハマる車なんじゃないかなっていう、うん、まあ、でも本当に何て言うんですかね、もうだって実際もうあるものしかないじゃないですか。確かに。だからそこがどうこう、ね、うん、っていうところよりも、はい、あいいところを見ていきましょう。いいところ。そうですね。今回ポジティブシンキングで、はい、そうですね。はい。でボディカラーに関してはジェットブラックメタリックということで、はい、メタリック入ってる方ですよね。はい。はい、で結構あのソリッドとメタリックで、まあ、パッと見こう写真なんかで見ると、はい、ね、似通った風に見えますけど、はい、まあ、実写見ると全然違うのと。そうですね。だからポルシェのソリッドの黒は。まあ、大変ですよね。そうですよね。本当大変だと思います。あの小傷というか何ですか、はい、磨き傷がついた時にめちゃくちゃ目立つという、はい、そうですね、はい、すごい綺麗なんですけど、やっぱりその洗車してちょっとこうタオルでスッて拭いただけでも細かい人はやっぱり気にされたりしますので、まあ、そこはまあ今回は大丈夫と、はい、そして足元に関してはカレラ S ということで20インチ標準装備、はい、でこれあの 991.1 よりちょっとだけ太くなってるんですよ、はい、0.5J ずつ前後とも太くなってるということで、はい、で元々20なんですけども同じくオプションの20インチのこれクラシックのクラシックですね、はい、こちらこれもいいですね。これは人気ですよねクラシックオイルは、はいはい、こちらが装着されてございます、はい、だとカレラ S ということでブレーキキャリパーも6ポットに、はい、彼らが4ポットですもんね。そうですね、はい、で微妙にローターも大きくなってるんですよね。そうですね、はい、なんでまあこの辺カレラ S って、まあ、人気のグレードだけあって、まあ、欲しいものはついてる。そうですね。意外に彼らのマニュアルって、まあ、マニュアル少ない中でも彼らのマニュアルってまあ結構あるんです。カレラ S まで行くと少ないんですよ。あ、そうなんですか。少ないですね。彼らの方が多いんですか。彼らの方が今その新車の台数登録台数はちょっと分かんないですけど、はい、その中古車で見る台数って
まあ、私の個人的な考えかもしれないですけど多い気がします。結構意外ですね、はい、でもあのポルシェって一定数こうもう素の、はい、本当に素の状態の彼らっていうファンがいるんですよね、うんうん、いますね。結構あの雑誌とかウェブなんかで見てても、はい、素の彼らどうだみたいな記事があったりとか、はいはい、人気のポジションですけども、はい、まあ、装備的にはやっぱり S の方が優れてるんです、はい、うん、そうですね。そして PASM も彼らやす標準ということで、はい、まあ、この辺なんかも乗りやすいところ、はい、そしてあとは横に関してもオプションに関しては横で目立つオプションついてるとしたらミ ラ,、まあ、ミラーぐらいですよ ね, すよね多分、はいはい、であと僕あの究極 1.1 と 1.2 の違いを、まあ、今回改めていろいろ見て、はい、これドアノブ違うんですね。ドアノブこれ知らなかった。あ、違うんかな。そうなんです。 1.1 ってこの内側までドアノブのパーツだったんですけど、うんうん、1.2 になってこのドアのこのパネルに直接このノブがついてるんですよ、ね。あ、それは知らなかったですね。そうなんですよ、言われてみたら確かにと思って、うん、で 1.1 ってこう内側にこうプラスチックのパーツこうなってるじゃないですか、うんうん、それがなくなってるという。あ、そうだ。それちょっとしたとこですけどなんか高級感アップしてますよね、うん、勉強になります。はい、はい、勉強になるというか多分ボロジェノリからするともう知らねえのか知らねえのかっていう感じだけどね。そして後ろも同じく20インチということで、はい、でこれ新車装着のタイヤですもんね。はい、あのポルシェの純正のタイヤって太いんですよね。はい、太いです。はい、なんで、まあ、0.5J 太くなってるってことなんですけど、はい、なんかさらに太く見える、はい、そしてリアに関しては305、はい、こちら。そしてリアもしっかりブレーキがこう効きそうな感じがやっぱりさすがポルシェっていう感じです、はい、こちらになっております。そしてあとは、結局 1.2 になるとなんかあの 4WS が選べるようになった、はい、ということなんですけども、はい、4WS ついてる車ってそうないですよね。そう見ないですね。ですよね。はい、はい、まあ、基本的に彼らしだとあまりつける方いらっしゃらないのかなと、うんうん、まあ、4S とか、それ以上、うん、それ以上じゃないですかね、はいはい、だとまあついてるケースも時々あるみたいなんですけど、うん、まあ、その辺なんかは今回ついてないということ、はいはい、そして後ろに回っていくと当然後期なんで後期テールになっているのと、はい、小島さん後期テールと前期テールどっちが好きですか。僕は後期です。やっぱり、はいはい、僕も後期です、はい、ただ前期の方がまあ確かにクラシックっぽくは見えます。そうですね、だからそこはもう好みだと思いますからね、はい、なんで僕の好きな後期テールと、はい、だとマフラーに関しては、スポーツデザインの、はい、スポーツデザインのテールパイプですか。そうですね、はいはい、こちらになってスポ液じゃないんですよね。そう、スポ液になると真ん中にセンターになりますから、スポーツテールパイプということで、はい、出口だけちょっとおしゃれな感じ、はい、これはあのポジティブに捉えるんであれば、はい、変えようがあるというか変えごたえがあるというかなんかポジティブって言えば何でもいいみたいな感じになっちゃうの今回ね。いやでもそこはあれじゃないですか、まあね、やっぱりさっきの上位から効いていくっていうのはスポーツエキゾーストっていうのはやっぱり、まあ、ポルシェの中のオプションでは上位に来るオプションなんでついてた方がいいかなっていうのもありますけど、ぶっちゃけ後付けできますからね。え、スポーツエキですか。スポーツエキゾーストできますよ。そうなんですか。できますできます、はい、バンパー交換ですよね。バンパー交換だから結構お金かかりますけど、はい、できないオプションではないので。あ、はい、なるほどな。であればでも車外入れちゃった方がいい。もういいと思いますね、はい、ただ今日改めて救急 1.2 の音聞いたんですけど、結構いい音してますよね。いい音しますよ。純正でもだこれはバルブ開けた後でね土乗っていただくと思いますけど、はい、乗っていただいてでいいと思います。そうですね、うん、はい、あとバックカメラだったりだとか。あ、そうですね、はい、そこはまあね、はい、ついてて嬉しい。この辺の便利機能なんかもしっかりついてると、はい、まあ後方視界がめちゃくちゃいいとは言えないですから、ね、はいはい、この辺なんかもしっかりついております。ここのエンブレムどうですか。僕にここ好みですけど、僕はもうちょっとシンプルな方がいいです。もう剥がし取っちゃうかもしれないですね、はいはい、ただ取っちゃうとこのポルシェロゴの位置が違うんですよね。そうです、はいはい、もう少し下がるんですよ、はい、というわけで、まあ、この辺もいろいろやりようがあって、やりようがあってね、まあ、いろんなちょこっと変えるだけでも結構雰囲気変わるんで、そうです、ね、うん、すごいいいと思います。結構いいんじゃないかなと思います。じゃあ続いて内装見てみたいと思います。内装がまたこれ気が利いたオプションが入ってるというか、はい、でご覧ください。シートに関しては、まあ、標準の調整のタイプなんですけども、はい、あでもスポーツシートになって横が出てるタイプだ、はい、肩が張り出してるやつ張り出してる方なんで、まあ、一応オプションのこになりますね。そしてこのパンチングがあれあれと思ったらなんとベンチレーションがついてるということで、はい、ベンチレーションがついてる、はい、ベンチレーション付き割と珍しくないですか。珍しいと思います、はい、なんかもう全部ついててベンチレーションもついてますみたいな感じのは時々見かけますけども、はい、割とこうなんていうんですかピンポイントに、はい、オプションついてる車で、はい、ベンチレーションもついてるってあんまりないんじゃないかな、はい、そうですね。だから本当に今回の車は、まあ、ツッチー最初に言ったマニュアルに乗ろうっていうマニュアルに乗ろうっていうオプションがついてる車だと思います、はい、そういうことです、はい、なるほど。この辺なんかもしっかりついてる、はい、であとは重要なオプションといえば、はい、スポーツクロノが見当たらないんですか。スポーツクロノですね、はい、これ行方不明になっちゃった感じですかね。これ行きますか。
いります。そこもさっきちょっとね話しましたけど、はい、まあ、上位に来るオプションの中の一つのスポーツクロなんですけど、そこにね、はい、センターに来るやつなんですけど、実際なんかでも小島さんのおっしゃってることも分かりますよ、うん、なんかこう固定概念じゃないけど、はい、やっぱりついてた方がいいよねみたいな空気は確かにあります、はいはい、じゃあ実際使うのって言った時に、はい、見たこともないし、うん、僕もそんな所有してるわけじゃないんで、まあ、試乗とかしますけど、はい、別に注視するわけじゃないし、はい、確かに切り替え、うん、モード切り替えも、はい、まあ、何回か試す程度、はい、まあ、他の車に乗ってもそんな頻繁に僕はやったりしないんで、はい、まあ、そう考えると、まあ、冷静に考えたらまあ確かになくても全然成立するのかなって、はい、そうですね、あってもちろんあった方がいいですよ。あった方がいいですけど、なければいけないかっていうと、やっぱりそのポルシェで楽しむ運転を楽しむってことに対しては、まあ、プラスアルファのものになりますけどね、まあ、今回ないんで、はい、そこはポジティブにいきましょう車の魅力は変わらないということ変わらないということで、はい、あとメーターがしっかり赤いメーターになっているということで、はい、まあ、この辺は視界に入るところなんで、はいはい、色変わってると結構インパクトもあっていいんじゃないですか、ね、オプションですからねそこも、はいはい、そしてあともう一個オプションとしてはセンターのアームレストにエンボスでカレラ S と入っているということで、はいはい、結構だからなんかこだわりのオプション多いなと思ったんですけど、そうですね、あともね、カーボンも、はい、カーボンパッケージも入ってるということ で、 です、ね、はい、インテリアのパネル類が全部カーボンになってるということで、はい、まあ、個性的というか、そうですね、だから、はい、うん、そのなんですか、全く素でないですよ、だからポイントはやっぱ抑えてるというか、はいはい、まあ、さっき言った通りに頭の方からこうオプションやっていくうちの結構そうですね、後から聞いてると、あ、いろいろついてるじゃんみたいな、こうオプション人気ランキングで言ったら上位のやつは決して入ってないですけれども、はいはい、まあ、いろんなオプションが入ってるということで、はい、こんな感じの内装になっております。続いて内装見てみたいと思います。もう内装に関してもバババッとでいいです。バババ、はい、はい、もう乗ってみたいと思います。もう安定のですよ、はいはい、もうポルシェ何台紹介してるかな。ですね、991.2ですらちょうど半年前にご紹介させていただいております。そうはい、なんで重複するところいっぱいあるんですけども、はい、GT のスポーツステアリングになってるんで、はい、穴が開いてると、はい、ただ先ほども触れた通りスポクロがないんでここは若干寂しい気が否めないですけども、はい、ただ何にもこうマルチファンクションも何にもないじゃないですか、はい、だからハンドルはすごくスポーティーな気がします、はいはい、シンプルイズベストです、はい、そして全部レザーのタイプ、そしてレザー探知機はちょっと移設したいです。上にね、上に、はいはい、ここちょっと視界に入るのと、うん、まあ、ダッシュボード今回レザーパッケージ入ってないんで、うんうん、まあ、ダメージは多分少ないと思うんですけども、ここに関してはちょっとやりたいなと思ってしまいました。そしてあとはこれレビューで書いてる方いらっしゃったんですけれども、はい、右ハンドルマニュアルになると少しこうペダルがオフセットしてるとかっていうのを書かれてる方がいらっしゃったんですけど、僕はそんなには気にならないかなっていう気はします。左にオフセットしてる感が、うん、乗ってる感じそんなに気にならないと思いますけどね。そしてあとは後期やっぱりナビがいいと思うんですよ、はいはい、前期ってクラリオンのやつですよね。そうですね、はい、でなんかこう若干後からつけた感あったじゃないですか、うんうん、で後期ですごい一体感出ましたよね、うんうん、出てますね。なんで、まあ、この辺の相性もいいと思いますし、あとはカープレイが使えるようになってるということで、はい、この辺はもう確実に進化してるんです。あとは今回チデジがテレビが、あ、チデジもついてるんですか。ついてます。え、じゃあなんかすごいこうマニュアルなんで、はい、ちょっとこう走りの車イメージしてたんですけど、はいはい、なんかこうGT カーじゃないけど本当にそのマニュアルに乗ろうですよ、はい、こう街の中をこう、はい、楽しく運転できる、そうです、快適に運転できるっていう仕様になってるんじゃないかなと思いますね。ああ、なるほど、はい、どうしてもマニュアルっていうとなんかもう走りっていう感じしますけど、そうじゃないですね、楽しみながら乗れる感じ、はい、乗れます、はい、だそうなってくるとこの後紹介するオプションにもかなりつながりますね。つながってくる、はい、そして快適装備、先ほど触れたベンチレーション、シートヒーター、当然のオートエアコンなんかも全部ついてる、はい、そしてカーボンのパッケージマニュアルで選ぶとここもカーボンなんですか。そう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 、え、いいじゃないですか。いいと思いますよ、はい、めっちゃかっこいい、はい、そして当然の7速のマニュアルでございます、はい、これ7速目がちょっとこう入れたことないんで僕まあまあ正直ね、そんで入れないですよね、入れない、入れない、はい、うん、よっぽど高速でなんか巡航するとき以外、はい、多分入れないと思うんですけど、ちょっと7速マニュアルになってると。でこの辺がご覧ください、なんと今回の車サンルーフがついてると。そうですね、サンルーフ少数派じゃないですか。ポルシェ乗りの方は本当に分かれますね、はい、っていう方も中にはいらっしゃいますね。いらっしゃいますけど、そこはやっぱりね、やっぱさっきの走るか快適に走るかっていうところで、はい、快適というところで振ってもらってこんな感じで、はい、ただちょっと海外っぽいなと思ったんですよ。アメリカなんかすごいサンルーフついてるイメージ。あー、そうですね、まあ、ポルシェに限らず、はい、多分装着率結構高いと思うんですよ、うん、いろんな車で、うん、だから結構アメリカとか、うん、はい、だからそういう感じな雰囲気を
受けました。ちょっと今までにないオプションのチョイスの仕方かもしれないですね、はい、こんな感じでモード切り替えステアリングになくても、はい、一応ここにスポーツボタンがついてるのと、はい、BSM の切り替えと、はいはい、この辺なんかしっかりついてるんで、うん、まあ使い勝手なんかその車の性能自体は変わらないのかな、うん、そしてこここんな感じで、はい、相変わらず浅いです、はい、そしてピラーに関してはこのレザーじゃなくてビニールのタイプですね、はい、ピラーに関してはビニールのタイプ、これオプションでアルカンタラ出るんですよね、出る、はい、はい、あのカメラマン、うちのカメラマン 991.1 乗ってるんですけど、うんうん、買えるって言ってたんで、うん、はい、この辺なんか合わせてもいいかな、うん、天井がだってアルカンじゃないですか、ここね、そうなんですよ、だからここパーツもうここ揃えたいなと思うんですよ、アルカンだとしたらいくらぐらいのかな、いや結構すると思いますよ多分ね、多分、まあ、こんな感じに、はい、そしてバイザーもビニールのタイプ、これもなんかできるんですよね、はい、はい、でもちろんあのいろいろ紹介してますけど、あのボンドグループの場合テックアウトがありますから、はいはい、シートもステアリングもバイザーも全部オーダーメイドができます、はい、ただ安くはないです、はいはい、そしてここら辺の車ってもう一生じゃない、そうですね、はい、思います、はい、もう今時期的にももう一生ものになるんじゃないかなと思います、なるかなと思うから、そしてドライブレコーダーも今回の車はついてると、はい、こんな感じの内装になっております、うん、続いて排気音聞いてみたいと思います、お願いします。行きましょう、はい、いいですか、はい、どうぞ、最高です、はい、いや言っても、うん、分かりますよ、 1.1 の方が、うん、いい音っていうのは分かります、ただもう最近の車ってもっと静かになっていってるじゃないですか、はいはいはい、だこれでも、うん、全然十分だな、十分ですよ、あのだってこの前お客さんに聞いたんですけど、はい、アバルト、はい、年式って全然音違うみたいな、あ、そうなんですか、そうそうそう、だんだんこう静かになってって耳が鳴らされてますよ、そうそうそう、でマフラーとかも要はあ、まあいいや、すいません、いや大丈夫、はい、大丈夫です、だってミニも全然違うじゃないですか、そう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 、だから、ね、F5-6 も前期超うるさいのに、はい、だんだん後期になってて静かになって、 LCI2 のめっちゃ静かですよね、そう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 、わかります、あの458も、うん、あの488よりいい音するよねっていうのもわかるんですけど、うんうんうん、全然488も最近いい音するなって、うんうん、だ慣れてマフラー入れたりすれば、そう、はい、だこの先しなくなるんですよ、だって知ってます、ね、991の GTS でしたっけ、うん、今度ハイブリッド出るらしいですよ、うん、そうね、あ991じゃない911、ね、992、うん、そうね、だってケーマンボクサーに関しては次 EV らしいですよ、うん、どうします小島さん、いやいやもうもうね、マニュアルすらなくなるんですよ、そう、はい、ちょっとその話はそれましたけどもオプション振り返ります、はい、まず20インチクラシックホイールで、あとはあのスルーしちゃいましたけどセンターキャップもカラークレストということで、はい、あとスポーツテールパイプ、はい、あとバックカメラサンルーフカーボンのインテリア、あとベンチレーション、はい、であと電角もついてるということで、はい、これ991.1からですよね、はい、はい、そしてあと GT スポーツステアリングカラーメーター、はい、あとはエンボスのセンターアームレスト、はい、あとプライバシーガラス、はい、これフィルムじゃないんですね、はい、はい、こちらもついております、はい、なんで、まあ、オプション強強じゃないですけど、はい、まあいろいろついてるかなと、うん、はい、で冷静になって考えると、うん、まあ、車の魅力は変わらないんで、うん、はい、何もなしでもいいかなと、うん、ちょっと都合が強強っていうわけじゃないけど、なんかなんかその強強っていうとなんかさ、いやたまにあるじゃないですか、うん、これどえちょっとバグってませんかっていうオプションの車、うん、彼らでカーボンセラミ買いしたりとか、うんうん、そういう系ではないですけれども、うん、うわシフトめっちゃいいな、わかります、なんかこの機械を操作してる感、うん、カチッっていうか、ね、カチッっていうか何ていうかカチャッ、うん、なんか機械を操作してるんだぞっていう、うん、行きましょう、うわあ、スポーツ、スポーツにしちゃってるのも最初からスポーツになってます、はい、ちょっとノーマルから、うん、まあ、乗りやすトルクありますね、やっぱり420馬力、うんうん、ポルシェダウンサイジングって言わないんですよね、なんて言うんですか、ライトサイジングです、ライトサイジング、はい、それ排気量、はい、それ誰が言ったの、排気量、いやいや公式がそう言ってるんですよ、あ、そうなんだ、はい、うん、ちなみにもうターボに関しては、うん、ターボじゃないですか、うん、
ターボって言わないじゃないですか、うんうん、それに関しては、うん、もうターボに関してはなんかその高性能なものっていうもう意味合いというか、あーターボがね、ターボイコール高性能ね、だから体感でもターボだし、うんうんうん、はい、だから言ったらあのゲーミングパソコンのゲーミングみたいな、うんうんうん、はい、もうそういうなんか概念になってる、うん、こういう名詞じゃなくて、だって知ってます小島さん、うん、はい、あのターボを一番最初に市販車に積んだのは BMW じゃないですか、うん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 、けどそこから進化させたのはポルシェなんですよね、うんうん、それなんかいろんな読み物で読みました、湾岸ミッドナイトで言ってたんだっけな、うん、結局そのターボ出たての頃って、うん、マルニのターボもそうですけど、うんうん、本当にターボがついてるだけ、うんうん、インタークーラーもなければ、うんうん、その圧力制御も何もされてない、うんうん、でそれにウエストゲートくっつけて、うん、まあ、要は排気側の圧力コントロールをしたのがポルシェなんですよね、うんうん、ああそれはそうなんだ、そうなんですよ、あの935ってあの、うん、何ですかレーシングカーあるじゃないですか、はいはい、あれでもう無双して、うん、はい、世にこのポルシェのターボの名前を知らしめたという、うん、はい、だからまあね、そのやっぱり歴史があるからそうそうその名前を外せないってことだよね、だからそうですね、うん、またそんなポルシェがつけてるターボですから、うん、やっぱり救急に行ってなんかちょっとターボついて残念になっちゃったよねって思われること多いですけど、うん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 、そこもポジティブに捉えたら、うん、こうポルシェのやっぱりこう昔からの技術じゃないですか、うんうんうん、930からでしたっけターボが、そうね、50年ですよだってもう、うん、だからよしどっちも良し悪しがあるってことですよ、はい、だからだから目的は違えど、うん、やっぱり次の進化の時に、うん、50年前にポルシェが手掛けたそのターボがもう一回帰ってくるという、うんうん、次はもうないっすよだってね、はあ、乗りやすだといろんな読み物書いてあったんですけど、うん、996、997と991以降でもう全然乗り屋が違うっていう、うんうん、世代がそこで大きく分かれてるっていう、うんうん、まあ、確かにその車自体の進化も全然違いますからね、うん、エンジンも言ったら 1.1 と 1.2 も違うんでしょうけど、だ乗りやすくはなったけど、なんかすごいこうシャープに走れるようになったって書いたのが結構多かったです。乗り味はもう普通の状態で割と硬いです。ただステアリングとかはもう小島さんに今更言うまでもないですけど、完璧じゃないですか、なんかこの、完璧だね、めっちゃ操作してる感ありますよね。これでも全部ノーマルですからね。全部ノーマルです。これで、はい、じゃあちょっと変えますか。はい、スポーツ。なんか本当にバイクに乗ってるぐらいの爽快感があるんですよね。あ、音結構、うん、ちょっと変わりましたね。バルブついてないですもんね。うん、でも。はい。なんていうんですか、ね、いい音出すのもいいですけど、はい、僕たちの年齢とか行くとこれぐらいでちょうど良い、あ、僕たちっていうかちょっとそんな変わんないよね、年齢ね、僕まもなく41です。あ、じゃあもう40代入ったらこれぐらい、もうちょっと50代超えた方だともう全然これぐらいで十分、まあ、あと好き嫌いありますけどね、年齢じゃないか、年齢じゃないな、はい、年齢じゃないですけど、いや、わかりますよ。でも僕若い頃、それこそ20代の頃はバコンでも全然毎日乗れたんですけど、うんうん、最近乗れないですよ。そう、いい音ね、いい音いいなというかね、うん、いやでも結構スーパーカーでそのバコンの枕入れてる方も、うんうん、バルブ必ずついてるじゃないですか、うんうん、特にうちのお客様も、うんうん、やっぱりオンオフ、オンオフだね、非日常とかさ、ね、あるからね、確かにこれだったらまあどこ乗ってても気づかないですよね、うん、この音量だったら、うん、で乗り味については、うん、もうちょっと飛ばしたいです、本当に本当に走りに行きたい、うん、このまま小島さんと2時間ぐらいドライブでもいいんですけど、それ2時間ね2時間超対策になっちゃうから、うわいい車だな、いい車だし、あの僕ちょっと 991.1、うん、あの機会があって乗らせてもらったことあったんですけど、うん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 、車全然安定してますね、うん、1.2 の方があれバタつきがないよね、全然ないですね、あとちょっと飛ばしてみたいです、うん、1.1 ってこうフワワーキロぐらいまで出すとなんかこう、うん、ちょっとフロントリフトしてる感じ、うんうん、ありましたけど、うん、大丈夫じゃねえかなって勝手に思ってしまいました。
だからもう なんて言ったんだろうね、やっぱり完成されてる感じはやっぱすごいあるよね。あ、そうですね、救急一からの進化ってすごいですよね、うん、助手席も全然、いや、いい車だな。ちょっともう一度行きましょう。どうぞどうぞ。小島さん、最近出た雑誌で、うん、あのポルヘッドっていう雑誌知ってます？まあ、毎回こう定期的に出てる雑誌なんですけど、つい最新の新しいやつも、うん、先月かな出た、うん、それマジで読んだ方がいいですよ小島さん。なんで？今度持ってきますね、うん、めっちゃ面白いです。それ何の本なの？まあ、ポルシェの専門誌なんですけど、うんうんうん、あんなにマニアックに書いてる雑誌があんのかっていうぐらい、めちゃくちゃ内容マニアックなんですよ。でも読むと納得みたいな感じ。納得っすね、あれすごい。いや、あの知人の人がこれすごいよってその SNS で紹介してて、うんうん、そんなにすごいんだったら買ってみようかなと思って本屋さんで買ったんですよ、うんうん、本当にすごかったっす。本当に別にその何ですか、雑誌社からの案件でも何でもなく、うんうん、個人的に本当にめちゃおすすめです、ポルヘッド。ポルヘッド、まあ、ポルシェの専門誌で、まあ、いろいろその載ってるオーナーのなんかレビュー、うん、レビューというかインタビューみたいなのもありつつなんですけど、うんうんうん、前半であの、うん、ポルシェミュージアムと、うんうん、あとポルシェ本社のなんかその、うん、なんて言えばいいんですかね、歴代の車を貯蔵してあるところの潜入レビューみたいなの書いてあるんですよ、うん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 、それがすごいんですよ。へえ、それだから潜入レビュー僕たち行けないの？行きたいと思ったっす。だから、うん、めちゃくちゃマニアックなことが書いてあったりとか、うん、っていうことが結構、うん、いや紙の媒体今売れなくなってるとかって言うじゃないですか、うんうんうん、いやあのなんかこう取材力となんか文章力は、うんうん、やっぱり雑誌社じゃないとやっぱり難しいなって思うぐらい、うんうんうん、でそれぐらいなんか答えられるそのポルシェの歴史と、うん、なんかこの懐の深さもびっくりしたんですよね、ちょっとそれ読んじゃったら欲しくなっちゃう、いやマジでちょっとあのペロペロっとでいいんで、うん、本屋さん行ってみてください。めっちゃ面白いですよあれ。いやいや、じゃあ買うよ買うよそれ。いや、いい車。ちょっとでも試乗コースを間違えましたね。え？これこそ高速の気がします。いやいやいや、それ高速行ったらツッチー買っちゃうからさ。いやでもこの値段の残り率えぐくないですか？えぐいよね。びっくりしましたもん。え？っていう。だってマニュアルだって1000切ってる車ないんですよ。ないんだよ。だ結局その僕たちもその、ね、いろんな車見させてもらうんで、はい、毎日この車種だけ追っかけてるわけじゃないんで、はい、あれだったんです。でこれ査定のご依頼いただいて、はい、今どれぐらいなんて聞かれて、はい、でちょっと見てみたら、はい、まあ、下がってないなってイメージあったんですけど、はい、あれこんなにあるのみたいな感じはしたよね。まあでも値段じゃないですよこれ。そうですね、うん、でもなんていうのかな、値段があって価値が下がってないのとか、はい、なんかただだけ単に値段だけ上がっちゃってる車とかってあるじゃないですか。あ、そうですね。これでもなんかこう合わさってる気がするけどね。あ、値段と価値というか。そうですね、うん、それは分かります、うん、本来のやっぱり価値と、はいはい、これだけいい内容とパフォーマンスとって考えたら値段残ってて、はい、これが正常なんじゃないかなっていう。あ、確かに、それぐらい完成度されてるし。そうですね、まあ、車によってはそんなそんなってありますからね。そう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 、もちろんね、その何か魅力があってやるんだろうけども、ああ、まあ、一般的に見たらちょっとっていうのもあったりすることもあるし、あとこれあと5年後10年乗ってもいけるんじゃないかなと思うよね。そうですね、うん、それは思います。おじいちゃんの車かっこいいなんつって。いやもう一生ものでもいいっすよ本当に、うん、ツッチがおじいちゃんになってこれ乗ってて。乗れますね、乗れますね、うん、全然乗れますね。若いやつには負けねえぜっつって、うん、マニュアル買ってほしたらかっこいいよね。いや欲しいな。小嶋さん、あの4速までしか入らない。7が試せないです。試せない、はい、そうね。ちょっと7速はオーナーさんに試していただくということで。そうですね、はい、7入れてみたかったです。でもこれって7っていきなり入んないですよね。入んない、あれ入る、やってみて。入んないじゃないの。いや入んないですよ。入んないでしょ。そう、うん、6とか入れてからじゃないと、うん、こっちに倒れない。そうです、そういうふうになってるんですよねシフトが。そうそうなってる、うん、だから特別なんですよ7は。す
すげえな。クラッチもどうする重さとか全然。いやもうトルクあるからめっちゃ乗りやすい。乗りやすいでしょ、はい、気使わないでも、うん、本当にクラッチミートだけでも前に出るぐらい、うん、そのぐらいトルクがあるっす、うん、だってこれ300キロっすよ彼ら S。 306キロだっけな。0100初の3秒台ですよ、うん、3.8秒。スーパーカーじゃないですか。もうねその数字から言ったらねスーパーカー並みですね、うん、それがこんなに楽に扱えるんですよ、うん、気使うこともなく。いや欲しいですいやこれ嫌いなあの車好きいないと思いますよ僕、うん、本当になんだ スマートだよね。嫌味がないというか。そうですね、わ、うん、かります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にありますけども、いいです、最高です。最高ですね。やっぱりマニュアルです、はいはい。まあ、もちろん BDK もいいんですけど、はい、やっぱり操る楽しさあるかなと。そうですね、はい、今後ねなかなかなくなってきますから。そうですね、はい。まあ、今後どんどん少なくなってくる。多分 EV 化よりかも先にマニュアルなくなるんじゃないかっていう感じ、はい、雰囲気出てません？はい、ですよね。なんか今回のオートサロンでも、はい、なんか EV とマニュアルを組み合わせたみたいなのも出てたりとかしましたけども、うんうんうん、まあ、台数的には多分どんどん少なくなってくると思います、うん、だからもう買うなら、もう本当に最後の方になってくるんじゃないかなと、はい、お探しの方はぜひお問い合わせください、はい、とあとは買い取りですよね。そうですね、まあ、今回こちらも買い取りさせていただきましたので、はい、ぜひあのこういった、ね、お車お持ちの方はぜひお声掛けいただければ。富士散歩もあのだんだんこう人気が出てきますから、そうね、そろそろ僕同行していこうかなと思ってますので遠方の、ね、方もぜひ、はいね、はい、ぜひ買い取りもご相談ください。というわけで今回はポルシェ911カレラ S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。